あ、いた。塞ぎ込んでんじゃねえか、シロちゃん。どうした、シロ？具合でも悪いのか？別に。別にってことはないだろう。みんなが外で遊んでるのに、一人で部屋の隅で、本当にどこか具合が悪いんじゃないのか？本当になんでもないよ。放っておいてよ。はあ、やっぱりシロのやつ最近あのパターン多いんだよ。どういうことだ？あいつ学校でいじめられてんだよ。ああ、そうなの。そうなのか。なぜわかるんだ。俺前に見たんだ。学校のトイレでシロが泣かされているところを。で、気になって問い詰めたんだ。そしたら?いじめられてることだけ白状した。そうか。で、最近はそれがかなりひどくなってるっぽい。どうして？この前シロが風呂に入ってた時、俺も乱入して入ったんだけど、その時シロの体あざだらけだった。そんなに？あいつ運動も喧嘩もしないから、あんな風に怪我しないはずなんだ。先生には言ったのか？うん。いやでもチクったのがバレると、ますますいじめられるからな。それに、そこまではっきりしてんなら俺が直接、あ、学校に直接電話すれば済む。おじさん。ちょっとそれは待った方が。待てねえだろ。はい。琉球大寺小学校です。もしもし、朝顔の桐生という者だが。え？朝顔の桐生？ああ、親代わりの方ね。あんたは？私は教員の橋本ですが、何か？こいつ担任か？うちの城のことで相談があるんだ。担任の先生を出してもらえないか？私が担任です。シロ君のことで、相談とはどういった内容でしょうか？シロが学校でいじめにあってるらしいんだが。なんだと？何を証拠に、いきなり失礼な電話かけてこないでくださいよ。よくないいたずらですよ、あなた。いたずらじゃねえ。シロが本当に学校でいじめられているのか、こっちは本気で心配してるんだ。いじめとか隠蔽しそうな顔してんな。今だって塞ぎ込んで、部屋の隅で膝抱えてんだ。あのね、いじめなんて、うちの学校に限ってそんな事実ありませんよ。ほんとこういう奴がいるから良くないよな。お宅の朝顔の中で何かあったのでは？こういう奴いるよな。こいつ、学校でいじめにあったことねえから何もわかんねえんだろうな、多分。あれだよな。そういう記憶がない、いじめられてた人間が学校に戻るっていう話じゃないからな。おそらくだけど。多分こいつの場合は、見て見ぬふりをしていたんだろうな。学校は勉強するところです。それに比べれば施設というところはいろいろありそうですからね。な。偏見だ。とにかく最近本当にそう、こういう迷惑な電話が多くて困るんですよ。しっかり教育してください。頼みますよ。これ2009年の話でもこれだもんな。もう、今だったらこんなことを、言ってたら、すごい問題になりそうだけどね。まあ、やれればですけど、失礼。ガチャ。ツーツーツーン。なんてやつだ。おじさん。ん？ああ、どうした？心配そうな顔して。お前たちが心配することなど何もないぞ。でも、大丈夫だ。俺がもう一度素人と話してくる。いじめか。龍が如くはこの問題に突っ込みますんだな、やっぱり。ロストジャッジメントもそういう話だからな。小学1年生とか2年生だろ。そんないじめとか、やべえだろ。シロ、何があったか聞かせてくれないか。なあ、シロ、俺はそんなに頼りにならないか。シロ、俺はお前たちの親代わりだ。みんなのことを大切に思っている。シロ、お前がそんなに落ち込んでるのを見てられないんだ。お前が笑顔で過ごせるようにしてやりたいんだ。何かあったら、俺に何でも言え。俺のことを信じてくれ。シロ、お前、いじめられてんのか？いじめられてんのか？よし、俺が学校に掛け合ってやる。やめて。なぜだ？さっき、担任に電話したが、担任があんな様子じゃ、拉致が開かねえぞ。シロ。シロ？はるかちゃん？はるかちゃん？なぜシロを学校に掛け合うことに反対するんだ？何か事情がありそうだな。
学校がダメなら直接いじめてるやつの親に掛け合うか。まずそのいじめてるやつが誰かを突き止めないとな。大地はいじめの現場を見たと言っていたな。相手が誰だか知ってるかもしれない。大地に聞いてみよう。まあこれあれなんだろうな、子供のうちだから大人が介入してくると後で後々お前チクりやがったなってなるんだろうな。火星ファイター、火星ファイター、おおおお、最近ガンガン来てるよね、この漫才コンビ。これ極み2で出てきたんですよね、サブストーリーで。ねえ、忍者全体5忍者見ようよ、今日最終回で帰り島の決戦なんだよ。もう三遊ってほんと子供ね。火星ファイター人気になったんだ。もう太一に、あ、太一いた。あ、はるかちゃんと喋ってる。太一、あ、おじさん。太一、シロに内緒で誰がシロをいじめてんのか調べてもらえるか。誰なのかわかるよ、俺見たもん。同じ学年なのか、違うよな太一。元太みたいだもんな。本当か。うん、うん、よしきってやつ。でも太一、お前さっきも何か言いかけてたな。どうしたんだ。なんか相手があのオイラさんとかそういう感じ。うん、そのよしきってのが厄介なんだ。ああ、実はよしき、シロの担任の橋本の息子だから。橋本のクラスなのに息子担当してんの、そんなことありな。何？そうなの？自分の息子がシロをいじめてるなんてバレたら橋本もやばいでしょ。だから認めるわけがないよ。こうなったらますます黙ってるわけにはいかねえ。とりあえず間違いがないかシロに確認する。おじさん、なんて野郎だ橋本あいつ。一回ぶん殴ってやんねえとな。桐生さんが、シロ、太一から聞いた、橋本の息子ヨシキがいじめてるっての本当なのか。うん、なぜ早く言わなかったんだ。シロ、さっきも言ったろ、俺を信じてくれ、何でも話してくれ。だってヨシキのやつ、お父さんは地元議員の赤坂先生とゴルフ仲間で友達だから、歯向かったり告げ口したら赤坂さんに頼んで朝顔を潰してやるって。あ、朝顔のことを考えてってこと？お前らの帰るところをなくしてやるっていつも落とすんだ。親も親なら子も子だな。シロ、泣くなシロ。泣いてなんかない、僕悔しいんだ。だってあいつら卑怯だ。人の弱みにつけ込んで脅すなんて許せない。朝顔は潰れないぜ。え？俺が言うんだ、嘘じゃない。もし次いじめられたら思いっきりやってやれ。わかったな。わかった。マジ？翌日。シロが落ち込んでいる原因ははっきりしたが、解決したわけじゃない。なんとか解決できないだろうか。え？なんかできることは？外に出るか、とりあえず。あれ？みんなどこ行ったの？ああ、おう。親桐生さん、どうかしたんですか？お隣の宮吉さん、浮かない顔して。宮吉さん。実はシロが学校でいじめにあっていてな。え？本当ですか？シロ君をいじめてるのはどこのどなたなんですか？私がとっちめてやりますよ。いいんですか？お願いします。それがヨシキという子らしいんだが、その子の親が赤坂という男と親しいらしくてな。下手に問題を表沙汰にすると、その赤坂という男が、朝顔を潰してしまうかもしれないらしいんだ。え？赤坂さんが、朝顔を潰す？あが多い。私にはとてもそんな人だとは思いませんが、知ってんのか？ええ。地元では有名な議員ですから。人当たりもいいし、道理を重んじる人ですから、とても個人の感情だけで、権力を行使するような人には思えないですよ。私ら市民でも積極的に交流を持とうとしてくれる立派な人ですから、桐生さんも一度会って話してみたらどうですか？しかし、会って話すと言ってもな、いきなり視聴者に行っても門前払いされるだろうし、
どこかで会う機会があればいいか。だったらゴルフ場行ってみたらどうです？ゴルフ場？ええ。赤坂さんはゴルフが好きで、空いた時間はいつもゴルフ場で練習してますよ。そりゃゴルフが好きで、サンダの飯よりゴルフって感じらしいです。ゴルフ好きの議員か。ゴルフ場やモノレールで行きますよ。ゴルフ場前駅で降りればすぐです。ありがとう。赤坂に会えるかわかんないが、一度ゴルフ場行ってみるよ。オッケー。おお、いきなり。南洋カントリークラブ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。当クラブの会員の方でしょうか。いや、俺は、ビジターの方ですね。どなたかの紹介はございますか？いや、さようでございますか。申し訳ありませんが、当クラブは政財界の方々も利用する格式高いゴルフクラブです。完全会員制となっておりまして、会員の方のご紹介がなければビジターとしてもお断りさせていただいております。大変申し訳ございませんが。困ったな。赤坂を探すどころか、これじゃあクラブの中にも入れないな。スルーだが、あんた。あ？会員じゃなくてゴルフができないでらっしゃる。ああ。こんなに格式の高いゴルフクラブとは知らなくてな。もしよければ私と一緒に回りませんか？この人が赤坂。え？いや、友人とゴルフの約束をしていたのですが、一向に現れなくてね。きっと急な仕事でも入ってしまったんだろう。一人でコースを回るのも味気ないんでね。どうだろう、私と一緒に。あんたは？いや、これは失礼。私は市議会で仕事をしているもので、赤坂と申します。赤坂？あんたが議員の赤坂なのか？ええ、私のことをご存知で。ところであなたのお名前を伺ってもよろしいかな？ああ、キリュウという。キリュウさんですか。いやー、よろしく。では一緒に回りましょうか。コミュ力だけ。ああ。偶然だが赤坂に会えた。ゴルフをしに来たわけじゃないが、赤坂と話すチャンスだ。一緒に回るか。ちょっとわかんないけど、まあとりあえずやろう。キリュウさん、では私から先に打たせてもらいますよ。ああ。頑張ってください。え？LBRB で決めます。はいはい。これは勝手になっております。R で、はい、変えますと。ほうほうほう。もうこれあれだね。Wii スポーツだね。Y を押すとクラブの飛距離が半分に切り替えることもできますと。パワー決定後、ポインターの位置が来た時にベスト、バーン。OK、ナイスショット。ナイスショット。さすがにうまいな。いやいや、今日はなかなか調子がいいようです。ところでキリュウさん、ゴルフはよく？いや、あまり。そうですか。まあ、何事も練習です。さあ、どうぞ。ああ、行くの。最初どっちだ？視点が。ああ、やばい。やばい。もう、よくわかんない。この辺かな？打ち直し、はい。いやー、いけるか、これ。お、天才的ショット。打ち直さねえよ。赤坂勝てるぞ、俺。下手くそ。来た！オーケー、イーグル。まさかの2だ。よし。頑張って、赤坂先生。あ、ナイス。いやいや、キリュウさん。なかなかお上手ですな。いや、それほどでもないが。またまたご謙遜もなかなか筋がいいですよ。さあ、次のホールへ向かいましょうか。これまだやんのか。はい、次の。結構大変なんだけど、これ。ところで、キリュウさん、お仕事は何をなさってるんですか？アッサガオという養護施設を運営している。おお、それはご立派な。子供たちの面倒を見ていくのは大変でしょう。まあ、楽じゃないが、それなりに毎日楽しくやってる。あっはっは、そうですか。それは結構、仕事を楽しんでやれるのは一番ですな。さて、始めましょうか。これでどんどん聞いていくのか。お、ナイスショーツ。
ないしょ、ないしょ、ないしょ。ないしょ。いいね。はい、来たーパー、うん、オッケー大変だぜ、これ。おナイス、イーグル。バーディーか、バーディーナイス。キリュウさんの養護施設には何人くらいの子供がいるんですか？小学生ばかり9人だ。9人も、キリュウさん一人で世話をしているんですか？誰か手伝ってくれる方でも？いや、ただ一番上の子はもう11歳で、来年から6年生なんだ。その子がかなり手伝ってくれている。それに家事は全員で分担してる。子供たちにもちゃんと家事を手伝わせているんだ。それはいいことですな。最近は家の手伝いすらしない子供が多いようですからな。さて、最後のホールへ行きますか。お、最後のホールか。3コースしか回らないんだね。キルさん、たくさんのお子さんを預かる身として、最近の子供たちはどう思われますかな？やはり俺がガキの頃だった時とは違っているようだな。まあ世の中そのものが変化しているから当然といえば当然だが、世の中便利になりすぎて、今の子供たちには想像力が欠けているんじゃないかと感じる。俺がガキだった頃は遊びすら自分たちで作り出したもんだ。自分たちが作り出す遊びには当然ルールが必要だ。年齢の違う者同士が集まり、それぞれが納得のいくルールを話し合って自分たちで決めた。年下の子や運動が苦手な子には自然とハンデを。そうしたことが協調性や他人に対する思いやりを養った。今の子供はゲームやインターネット、家の中にこもっちまって、外で遊ばない子も多いみたいだしな。私たちの時代にはそんなことはなかったですからね。今の子供たちは恵まれている反面、かわいそうだと感じることもありますな。学校でもいじめの問題は多いようです。昔もいじめありましたが、今は随分と陰湿でカードなようですな。これもやはり他人に対する思いやりの欠如なのでしょうか。そうかもしれないな。やっぱ知らないよな、赤坂さんは。いい人っぽいもんな。完全にあの橋本息子がただのゴミクズ野郎だったっていう。こういう話だろ、うん、来た！オッケー。お、来たバーディー。オッケー、頑張って。オッケー、ナイスボギーキリュウさん、子供たちの話ですが、朝顔の子供たちはいかがですか？朝顔にはテレビゲームもインターネットもないからな。みんな外で元気に遊んでいるよ。それに毎日が合宿のような状態だ。7歳の子から11歳の子まで、ちゃんと上の子が下の子の面倒を見てやってるよ。そうですか。それは結構ですな。一度朝顔に伺ってもよろしいですかな？ああ、もちろんだ。歓迎するよ。あ、勝った。ありがとう。いやいや、キリュウさん。今日は本当にありがとう。楽しいゴルフができたし、何よりいいお話を聞けた。社交辞令ではなく、ぜひ朝顔に伺わせていただきたいと思ってますよ。ああ、ぜひ来てくれ。市としても身寄りのない子供たちを助けるべく、朝顔に協力したいと思います。おお、いいじゃねえか。施設の運営は何かと大変でしょうけど、困ったことがあったら何でも相談してください。協力は惜しみませんよ。ありがとう、赤坂さん。どうも。では今日はこれで。そんな渋い声だったのか。ああ。ああ、そうそう。私のビジターとして、これからいつでもこのゴルフクラブを使えるようにしておきましたよ。また今度一緒に、ああ、回りましょう。これ DJ 赤坂になってる。ああ。夜も引っ張れ。さあ、戻ってきたよ。お、ん？誰だこいつ。ああ、いや、赤坂さんか。なんかボタン開けてるからどっかでヤクザかと思ったわ。赤坂さんじゃねえか。いやいやいや、キリュウさん、早速来ましたよ。まさかこんなに早く来るとは。思い立ったら即実行のタイプでしてな。はっはっはっは。ただいまー。あ、太一。おじさん、ただいまー。おう、お帰り。おい、お前たち、お客に挨拶、あ、お客さんに挨拶を。あ、エリちゃんか。おじさん、ただいま。泉ちゃんも、ただいまー。あ、お帰り。あ、お客さんだ。こんにちは。
こんにちは。こんにちは。こんにちは。いいね。はい、こんにちは。泉ちゃん行こう。うん。うん。はははは、みんな元気ですな。ただいま。シロ、お前、どうした？その様子じゃ、負けたか。ボッコボコにやられたのか。次は絶対勝つ。おう。のびくん。元気な子供ですな。あれ、お客さん？ああ、挨拶しろ。はじめまして、シロです。こんなに怪我負ってて？ちゃんと挨拶もしっかりできて。こっちに心配できないのか？気持ちのいい子だ。心配しろよ、そっちを。おい、あんたが桐生だな。あ、橋本か？この子供に、あんたどういう教育してるんだ。見ろ、喧嘩であざだらけだ。どうしてくれるんだ。ああ、橋本さん、お久しぶりですね。ん？え、ああ、どうだ赤坂先生。そうです。え、なんでいらっしゃるんですか。表敬訪問ってやつだよ。ここの施設は前から一度見ておきたかったんだ。ちょうどこの桐生さんに頼まれてね。たまには子供たちの顔を見に来てほしいと言われたんだ。いやー、みんな実にいい子たちだよ。環境がいいのか、教育がいいのか。桐生さん、何かコツでも？いや、高校の子供たちはみんな自主的に自分たちのルールでやってるんだ。なるほど。学校も参考にしてまえ、ぜひ。あ、はあ。シロのやつに何か言ってやったよ。こいつ親がいないくせに生意気なんだよ。こらこら君、そんなこと言っちゃダメだ。彼らは好き好んで一人で頑張ってるんじゃないぞ。君も友達なら友達としてむしろ助け合ってほしいと思うな。クソじじい。いやいや、まったく親の顔が見たいもんだな。橋本先生も大変ですな。失礼します。お前の息子だろ。いや、それにしても朝顔の子供たちはみんな実にいい顔してる。市としても応援しますよ。やったな、シロ。あ、はるかちゃん。おじさん、ただいま。あ、はるかか。おかえり。ね。もうみんな帰ってきた？あ、帰ってきてるよ。シロの様子はどう？元気になったかな？シロのことなら心配いらない。あいつはもう大丈夫だ。ほんと？よかった。学校でいじめに遭ってるって聞いて一時どうなることかと思ったけど、これで安心だね。ああ。じゃあ張り切って晩ご飯の支度をしなくちゃ。そうだな。偉いね。さすがはるかちゃんだ。シロ、うん？おい、早く帰すよ。うん。ごめん。ちょっと待ってよ。あやこ？ん？あれは大使とあやこの声だが、喧嘩か？ちょっと様子を見てみるか。おい、この前貸して、1000円返せよ。え？あ、うん、うん。でも今はないから、次のお小遣いまで待ってもらえる？なんだよ！だって今日だって言ったじゃん。それに今日じゃないと今日発売の漫画が買えなくなっちゃうだろ？うん、ごめん。あやこ。チェン、もういいよ。嘘つき。絶対後で返せよ。あやこ、なんか使ったのか、お金。どうした？なぜ返せなかったんだ？落としたのか？それとも使っちまったのか？どうしたんだ？言えないのか？あやこらしくないぞ。借りたもんは返さないとダメ。うわ、学校関係かな、また。取られたのかな、お金。違う。あのね。どうした？ちゃんと言ってみろ。私のお金ね、盗まれちゃって。何？朝顔でか？朝顔で？本当に取られたのか？どっかで落としたんじゃないのか？うん。ちゃんとカバンの中にお財布入れておいたから。そうか。わかった。ちゃんと調べよう。やめて！やめて？みんな疑いたくないってこと？そういうことはきちんと解決しないとダメだ。でも、知ってんのか？もう、取った人分かってんのかな？みんな集めてくる。あやこ、お前は先に食堂で待ってろ。あやこちゃん。あらかちゃん？あ、おじさん、どこに行ってたの？晩ご飯の支度しないと。あるか、朝顔会議だ。晩ご飯は後だ。え？
どうしたの？彩子の金がなくなったらしい。え？誰かが取ったってこと？カバンの中の財布から金だけなくなってたってことはそういうことになるな。そんな。とにかくみんなを集める。食堂で待っていてくれ。うん。うん。オッケー。あとは彩子だけかな？あとは彩子だけか。誰か忘れてないよな忘れてないはず。彩子、あとは君だけだ。彩子、食堂行こう。ほら、彩子。うん。みんな歩き方がなんかドシドシな、ドシドシって感じなんだよな。ドシンドシン。よし、朝顔会議だ。あれ、誰かいない？全員いる？誰か一人いないな。誰か一人いないな。誰だ？誰だ？あ、いた。ん？あ、リオナか。ごめん。全然忘れてたわ。あ、おじさん何か用？ちょっとみんなに聞きたいことがあるんだ。食堂へ行っててくれ。はーい。ごめんな、リオナ。よし、これで全員だな。食堂で朝顔会議だ。すまねえ、リオナ。よし。朝顔会議を始める。というわけだ。もう半分進んでたわ。彩子の財布からお金がなくなった。彩子も困っている。こういう話をするのは俺も辛い。もしこの中に取ったものがいるのなら正直に言ってくれ。エリちゃん？エリちゃん？エリちゃんなんかちょっと、彩子、お金がなくなったのに気づいたのはいつだ？一昨日だけど？どうだみんな。一昨日何か変わったことはなかったか？例えば知らない人を見かけたとか。あのさ、俺、一昨日リオナが彩子のカバンの近くにいるの見たよ。リオナ、その時何をしてたんだ？もともと彩子ちゃんに絵の具を借りる約束してたからそれを取りに行っただけだよ。おじさん、疑ってるの？いや、そんなこと言ったら、三遊が三つ、あ、三つおか。そうだな、三つおだな。三つおが最近プラモデル買ったじゃない。あれって結構高いはずなのに、急に買うなんておかしいと思う。三つおの方がよっぽど怪しいよ。三つお、あのプラドモデルって高かったのか？買ったお金ってどうしたんだ？え？え？小遣いを貯めて買っただけだ。まさかおじさん、僕のこと、いないよ。ちゃんとおやつも我慢して貯めたんだ。ひどいよ。だいたいこういうのって最初にチクったやつが怪しいんだ。なになんだよ。なんだよ、やんのか。ちょっとやめなさい。どうしておじさん。わかった。みんな聞いてくれ。犯人探しは一旦やめる。俺が悪かった。絶対やりちゃんじゃん。顔の伏せ方が違うよ。でも、この中に泥棒がいるのに。そうだ、そうだ。だが犯人はわからない。わからない以上誰も責められない。俺もはっきりさせたかったが無理だ。だがもう一度だけ言う。もしこの中に取ったものがいるのなら、いつでもいい。正直に言ってほしい。エリちゃんか。エリちゃんだな。朝顔の中が、邪悪な、険悪か。険悪な雰囲気になってしまった。外から泥棒が入ったのなら、彩子の財布だけでは済まない。考えたくないことだが、子供の仕業だ。こんなことやりたくはないが、みんなの持ち物を調べるしかないか。え、持ち物検査すんの？多分エリちゃんだよ、あれ。エリちゃんなんか隠してる。なんかあったんだ。外にいないか？じゃあ、もう、あ、エリちゃん。何をした？何してたんだ、エリ？なんでもないよ。あれは彩子のカバンだろ？勝手に開けちゃダメだ。違うか？正直に言え。いや、言ってくれ。何をしていたんだ？言えないことなのか？違うったら！彩子気づいてるだろう。おじさん、エリ。どうしたの？エリがお前のカバンを探っていてな。
え？1000円戻ってるって？あ、どうした？お財布にお金が戻ってる。え？どういうことか。謎はすべて解けた。エリちゃん、どこ行った？エリちゃん、エリ、エリちゃん、あ、いた。エリちゃん、なあ、ちゃんと話してくれ。ごめんなさい。ごめんなさい。本当にごめんなさい。友達と映画に行く約束しちゃったの。お金ないのに。どうしてそんな約束を？だって私孤児だし、お小遣いも親がちゃんといる子よりは少ないし、贅沢言えないし、学校の友達もそれは分かってるから、お金のかかることにはあんまり誘ってもらえない。でも誘えてもらえてすごく嬉しかったの。どうしても行きたくて、だからつい。でも次のお小遣いもらったらすぐに返せばいいやって思って、ごめんなさい。確かに借りたものは返せばいいのかもしれない。だがエリがやったことはすごく良くないことだ。わかるな？うん。でもちゃんと返してくれたな。それによく話してくれた。勇気があるな。でも本当に勇気があるなら、彩子にだけはちゃんと直接謝れ。できるか？でも、みんなに迷惑かけて許してもらえない、絶対。そんなことにはならない。彩子。彩子は大人だから分かってるよな、全部。エリちゃん。さあ。頑張れ。勇気を出せ。頑張れ、エリちゃん。謝るんだ。彩子ちゃん、私、ありがとう。え？そして、ごめん。あやこ？なんであやこちゃんが謝るの？本当はね、私。あ、気づいてたんだ。エリちゃんがお金持っていくところ、見ちゃってたんだ。わかってたのか。でもね、やっぱり。私、その場でエリちゃんのこと、止めてあげられなかった。エリちゃんのことを本当に思ったら、私、あの場で言うべきだった。後悔してるんだ。ごめんね。私の方がお姉ちゃんなのに、勇気がなかった。私にもっと勇気があれば、こんな大きなことにならなかったのに。そっか、孤児だからちょっとあれか、遠慮してたのか。そういうことか。ごめん、私も許して。ごめんね。これで本当の家族だよ。さあ、朝顔に戻ろうか。どうした？そっか、みんなに言わないといけないからか。どうした？二人とも。だって、どうしよう、みんなに嫌な思いさせちゃったし、エリちゃんが犯人だって分かったら、みんなどう思うだろう。ヒロツギやリオナは喧嘩しちゃってるし、それもそうだな。私、きっとみんなに嫌われちゃう。よし、じゃあこうしよう。みんなには俺からこう言うから、あやこは、そうか、作戦ね。オッケー。わかったか？うん。うん。ごめんなさい。アジさん、本当にごめんなさい。よし、じゃあみんなをまた食堂に集めてくれ。わかった。みんな集めておくね。頼むぞ。本当に家族を作っていこうって、家族になろうよだね。幸せになろうよ。オッケー。みんな聞いてくれ。あやこの金が見つかった。え？マジかよ。犯人が分かったの？まあ待て。実はな、みんなに謝らなきゃいけないことがある。え？え？なんでおじさんが謝るのさ。うん。実は昨日な、エリから
お金を拾ったと預けられていたんだ。マジかよ、エリー。どこで拾ったんだよ。うん。裏庭で。エリー、拾ったのはいくらだった ?1000 円。あやこ、お前の財布からなくなった金はいくらだ ?1000 円だよ。ということはだ。エリーが昨日拾って俺に預けたこの1000円が、あやこのなくなった1000円の可能性が非常に高い。いや、そうとしか考えられない。なあ、そう思うだろ、みんなは。まあ。まあ、そうね。なんだよ。なんだよ、それじゃ誰も取ってないんじゃんか。俺なんか犯人扱いされたんだよ。うん、そのことはすっかり忘れていた。俺がもっと早く思い出していれば、みんな嫌な思いをしないで済んだ。だからみんなに謝る。すまん。すまんじゃすまん。そうよ、私だって犯人扱いされたのよ。そうだそうだ。ちょっとみんな。待ってみんな。ごめんね。落とした私が悪いの。おじさんを責めないで。私も早く言えばよかったのにごめんね。でもほら、誰かが取ったんじゃなくてよかったじゃない。単におじさんのおっちょこちょいだから。うん。確かにそうだよな。リオナ、疑ってごめん。いいわよ。ミツオ、私も疑ってごめんね。うん。うん、いいって。俺もヒロツギに、いい、悪いこと言っちゃったし、ヒロツギ、ごめんな。ああ、しょうがねえ。おじさんも許してやるか。よかったな。でもよかったー。これで俺の金も返ってくる。あー、なんか安心したらお腹空いちゃったよ。おじさん、晩ご飯まだ？私もお腹空いた。バークマン。そうね。もう晩ご飯の時間だもんね。さあ、おじさん、支度するよ。あ、そうだな。おじさん、早くね。わかってるよ。よし、じゃあ、お前たちは晩飯ができるまで、表で遊んでいろ。はーい。よし、じゃあ夕飯の支度をするか。うん、そうだね。よし。